皆さんこんにちは、ギターで歌おうチャンネルの小暮です。今回はですね、太田裕美さんの木綿のハンカチーフですね、この歌に、チャレンジしてみました。この歌はですね、1975年の12月にリリースされたっていうことなんで、私もちょうどね、学生時代、まだでしたね。はい。で、本当に東へと向かう列車で、西の方から東京、多分東京なんでしょうけどね、東京に出てきた、就職だと思うんですけど、出てきた、若者とですね、その彼女の、対話形式っていうかね、やりとり、一番が、若者男性で、2番が女性 で、また若者の男がね、男性が、手紙のやり取りっぽい感じですけどね、そういう対話形式でストーリーが、展開してますが、残念ながら、非恋、ね、遠距離恋愛がうまく続かずですね、非恋のラブストーリーになるという歌ですけどね、本当、いい歌ですね。私ね、今回初めてこの曲やろうと思ってですね、知ったのがですね、4番目の歌詞ですかね。星のダイヤモンド海に眠る真珠もってあるんですけどね、僕は今までね、星のダイヤモンド、これ星、その、ダイヤとか海に、眠る真珠も欲しいんだけど、きっとあなたのキスほど、きらめくはずないものってことで、欲しいのって思ってたんですけど、星なんですよね。星のダイヤなんですよね。スター。空の星のダイヤの俺。これ今までね、欲しいのって、私は I want のね、欲しいのというでずっと勘違いしてましたね。はい。よくそういうことはあるんですけどね、同様で言うと、ふるさとのうさぎおいしいかの山ってありますね。あれも私も子供の時はうさぎ食べるとおいしいのかなと思って、ずっとうさぎおいしいかの山って覚えてましたけどね、本当そういう勘違いってのはいっぱいあるんですね。はい、今回初めて、星のダイヤと、欲しいのダイヤじゃなくて、星のダイヤっていうことを初めてですね、知りました。ちょっと余談が長くなっちゃいましたが、太田裕美さんが歌ったオリジナルキーはですね、A でした。今回はですね、キー全然合いませんでしたので、C でですね、キーを C に移調してですね、C で、カポなしでですね、演奏をしてみました。使用したコードはですね、ということで、まず C ですね、はい。はい。C メジャー7。Dm7、はい、で Eフラットですね。 E フラットって、例えば1弦2弦3弦でこのね D のね半を上げたやつですね。これも E フラットで、あとこういうC をね、C をこう上げてもう制覇してですね、この C です、この E フラットですね。これ押さえづらいんですよね、これ使いません。で今回はですね、ここを使います。はい。B フラット、B ですね。B。で、これ C ですよね。
でこれが D なる、ABC でのDなるですね、Dの半音でこれです。でここをですね、でまあイントロしか使えませんので、これ、これ、これだけ。ここで E フラット使いますね。はい。チャ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 ね。この、これ、チャ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 。ここだけです。はい。E フラット使います。はい。それと G ですね。G はだからここも使いますね。はい。それとまあ普通のこうね、はい。この G、こう押さえるチャンですね。はい。と A マイナー。と E マイナー。と F。と D マイナー。と E7。C7。あと E マイナーは音上っていうことなんですけどね、まあ、これ E マイナーのままでもいいんですけど、まあ、あえて言えばベース音はねこれ A A なんだけど E マイナーですよということで、まあ、ここをね、はい、ベース音のねこれだけ、これ、はい、であとは A7 ですね、はい、あと F マイナー、あと C サス4、はい、全部で15してですね、でこの C サス4のところはですね、こうね、これは C サス4の感じ、あの F でもいいですね、はい、ですね、右手の方がですね、これは8ビートのですね、まあシンコペーション、チャンチャ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 、それかカッティング入れて、ここでね、チャンチャ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 ンチャ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 ンチャ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 、それかも普通に勝手にね、はい、ということでですね、イントロはですね、まあそこにタブ作りましたが、まあ、ベースの下げるんで、これ入れなくてもいいですけど、最初から入れた方がこう、ね、リズムが間が取りやすいんで入れました。これ2回ですね、はい、で、まあ、全部やっちゃうと、で、ここもね、前入れるためにこれがベース、あえてベースを弾きます、うん、はい、これゆっくりやると、私はこれチャチャでやっちゃいますけどね、はい、まあ1弦と2弦でここね、2つの弦を、まあでもまあ隣にね結構弾いちゃう時もあるんで、3弦もですね一応コードというコードでこう、ね、こう押さえて1弦3、でここもこれですね、
って、うん、うん、ここだから、ソラシ、これは、ここですね。それか、はい、もう押さえちゃって、コードで押さえちゃってください。僕の
帯が好きだったよ。シーフ、なんか本当に、まあ、学生時代を思い出しちゃうあれですね。本当なんか懐かしい、エイザーですね。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。